インドネシアのポップカルチャー媒体、グイグイさんから質問が届いております。はい、福山さんがこれまでのアーティスト活動の経歴の中で、うん、特に印象に残っている楽曲といえば、どの曲ですか？その理由も教えてくださいと質問が来ております。はい、はい、えーとこれじゃあね、突撃ラブハートという曲をさ<あ>せていただきます。はいはい、これね、あの、もうマクロセブンの挿入歌の中で、最初の。はい 録音の時に歌った中の一つだったんですけれどもあのアニソンを歌うことになって「突撃ラブハート」という歌詞を見てこれはないだろうすか恥ずかしいだろうぐらい思ってたのしかも何てんですかねデモテープを聴いた時は結構低い曲まあ普通のそんな高い曲ではなかったんですけれどももう時間がなかった たのか、はい、もう突然とてももう僕でも限界ぐらいな高いキーに、はい、当日になってまして<え>そんんなことあるんですか当日ですよで当日歌詞来るんですよ、えー、で今日歌ってくれそれを3曲やったんですよ、えー、で2日連続で6曲っていうのがマクロスの最初のすごい、えー、怖いでしょ怖<し>い <laughs> <laughs> でしいなぐらいに思ってた曲がいつしか 代表曲みたいになってしまったのが <laughs>、うん、まさかそういう風な曲になるなんて思ってなくて <laughs> でもそれでもねあのギリギリな、まあ、声でしたけど頑張ってよかったなと思いましたね<ー>本当に当に時はだって何に。なるか分からない で、うん、でやってたんですよですもちろんアニメなんてそんなにそんなかポピュラーではなかったし僕の名前まあ,んあのタイトルにも出てないし<え> CD にも僕の名前書いてないんです<え>歌「ファイヤーボンバーになってるんで<ー>だから本当にそういう状況で1日3曲ずつ2日 2> <ー>歌った中で一つだったんですんそれが代表曲っていうふうに言われてるっていう。う 世の中、うん、面白いなとそんな大変なエピソードがあったとは <laughs> <あ>凄まじいですね。はい <laughs>